優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。スポット参戦でさすが大きな印象を残してくださいました。はい、 ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、正直まあ、しっかりチームに対して与えられた課題をしっかりこなせたので、まずはほっとした気持ちがあります。走ってみていかがでしたか？そうですね、久々の、まあ、勝敗騎乗での、まあ、レースとなったんですけれども、まあ、楽しかったなっていうのが、はい、感想です。普段のレース活動を教えていただいてもよろしいでしょうか？そうですね、まあ、今年は元 E ワールドカップという元 GP と併催している世界選手権の方に参戦してまして、まあ、ヨーロッパで代役で、まあ、今年はドイツ選手権と、まあ、イタリア選手権を、まあ、ドイツ選手権は 1000cc でイタリア選手権は 600cc だったんですけれども、そうですね、まあいろいろそういうお話があればいろんなところでレースしてるっていう形ですかね。今回も、まあ、そういう形だったので、はい、はい、ありがとうございます。では最後に応援してくださるファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、皆様、いつも応援ありがとうございます。おかげさまで、今日のレースは優勝することができました。本当にありがとうございます。来年も、まあ、世界選手権の方で、走ると思いますので、皆様引き続き応援よろしくお願いします。今季初優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちをお聞かせください。嬉しいだけですねやっと勝てたって感じですか？そうでもないですけど、まあ、一番上に上がれたかなと思います。作戦としてはどんな走りしたかったとかありますか？いや、とりあえず前の第一グループについていきたかったんですけど、ちょっと離れてしまって単独になったとこですかね1年間こう振り返ってみて、応援してくださった皆様にメッセージをお願いします。初めて優勝できました。皆さん応援ありがとうございました。